あ、聞こえる？あ、聞こえる？キツネ2号さん、音。音聞こえる？大丈夫？オッケー。キツネ1号さん、聞こえた。聞こえた？はいはい、わざつ。コンティニーコインありがとう。今日は2019年1月の12日、16時45分です。よろしくお願いします。船3号さん、王の K でございます。王の K で、ありがとうございます。ふわっちはキツネ枠です。ツイキャスはコテハンなんで、リスナーさんの方で好きな方を見てください。両方ともワド監督っていうコテハンでやってます。よろしくお願いします。コンティニューバックありがとう。サンキュー。王の K で、じゃあ今日買ったやつ見せるか。今日フィルター買ってきた、空気清浄機の。これが空気清浄機ですね、のフィルターですね。綺麗だな、真っ白だね、綺麗だね、真っ白。変えよう。ない、やばくないこれ。ヤニ。いや、シャーちゃん大丈夫だよ。見てこの違い、やばくない？どんだけ空気汚れてんだよな。たった1年でこれだよ、空気清浄機のヤニがすごい。いやー、みーすけのおかげだよ。みーすけが買ってくれたんだよ、これ。
ター交換すっか。はい、OK です。いい感じです。空気清浄機フィルター、お茶箱ありがとう。コンデニコインとお茶箱ありがとう。空気清浄機変えたわ。いい感じだわ。お腹痛いな。つねさん、号さん、1月12日交換か。そうだね。お疲れ、疲れたね。体が筋肉痛だ。下半身は筋肉痛になってないけど、肩周りとか腹筋とかもう全部痛い。シャドウもやっていかないとね。体がすごいよ。キツネ4号さん、ちょっといない。うちに太ったな、もち食いすみや。もち一個も食ってないよ。ていうかむしろ痩せてるけどね、俺。痩せてるよ。まあどれくらい見てないのかによると思うけど、痩せたはず。ガタイが良くなったんじゃないの。今日ロードワーク終わったよ。やったやった。今日ロードワークから帰ってきたところだね、今。しかしこれはまずいでしょう。汚いでしょう。すごいね。キツネ5号さん、ノリコラブ。ノリコラブ。キツネ3号さん、食事はあんまり制限したくないですね。食事はそんな制限する必要ないでしょ。キツネ5号さん、2年前に比べると顔がほっこりしてる。あ、いや、2年前の方が痩せてたかな。適当だな、みんな。むくんではないね、走ってるから今。お茶箱ありがとう。コンティニーコインありがとう。コンティニーコインとか、無料でいいからね、無料分で。多分無料で全然延長できると思うから。2年前は顔がおばさんみたいだった。おばさんみたい。有料アイテム買うときは、お茶箱50とお茶箱100でお願いします。そうすると収入になるんで。コンティニーコインは無料分で全然間に合うからね。5キロ、今33分ぐらいかな。ちょっと遅いね。あれ？あれ、1万円がない。え？ 2 万持ってったよな。え？うわ、1万なくした俺。うわ1万落としてる。うわ、最悪じゃん。うわ、マジか。キツネ8号さん、平沼和子さんに金返せハゲ。キツネ9号さん、やった。うわ、マジか。1万落とした俺。うわ、最悪。さん、茶番来た。うわ、マジかよ。キツネ3号さん、マジでか。はよ取りに行く、配信行こう。うわ、いや、もうないっしょ。うわ、最悪。うわ、マジかよ。2000円でしょ。2万1000円持ってて、缶ジュース買って。うわぁ、1万落としてる。うわ、最悪。
うわーマジか。あった。スネ11号さんすごい閲覧数。あった。スネ12号さん使ったやんよく考えてみ。あった。スネ6号さん本当に2万だったの。いやあった。ここに落ちてた。よかった。スネ3号さんなんだいつもの茶番か。あったあった。スネ10号さんなわけないやんわら。いやロードワークしてるから。ロードワークしてるから。いやよかったよかった。いや1万は。1万はでかいよ。よかった。スネ6号さんも W ちゃんと確認しよう。ああ、みやび。今日のみやびの練習はスパーリング中心にやってた。ジャブを食らわせるふりしてボディ狙いの腹筋ボディ狙いの練習。はあ、たくみさんはどつ？あ、まあボディ狙いで来るだろうね。まあまあ予想通りですよ。予想通り。はい、はどつ？まあそう来るだろうな。俺のスタミナないの知ってるから、スタミナで削って仕留める作戦だよ。最後多分顔面のコンビネーション。スネ12号三本が雅情報うざいに言ってたぞ。いや俺もうざいけど昨日注意したんだけど、まあいいんじゃない、カズーンさんとみやび公認のワドさんのリポーターだから、なんか俺がなんかやれって言ってるみたいで、なんか嫌なんだけど、まあいいんじゃん勝手にやるや。いやいいんだけど。つね14号さん達彦って離婚したの。達彦離婚したらしいよ、ゆうゆうと。まあちょっと悲しいけどな、応援してたからちょっと悲しいね。まあまあ俺は達彦友達だし、うん、全然付き合ってくよ。まあ自らやるって言ってんのはいいんだけど。あとボンさ、あのこれだけは言わせて、なんか別に情報をまあ教えるのはいいとして、まあいいんだけど、いやわかるよ、俺のこと好きだから俺の役に立ちたいっていうのはわかるけど、だけどパンチを腰を回転して打つんだよとか、なんかジャブの引きを早くとか、お前が言うなよ。ボクシングやってないやつがボクシングを誰かに教えるってどういうことかっていう、そのね、これボンだけに限らないことだけど、自分が何かを極めてないのに人に教えるっていうのは無責任だからね。それはダメだよ。その人が間違ったトレーニング教わっても責任取れないんだから、そういう無責任なことはやめようぜ。無責任なことは。それはダメだよ。昨日注意したけど。自分が何かを極めて、何か一流になって、誰かが教わりたいって言うんだったら、全然アドバイスする。そう、素人が教えて間違った方法でやった時に責任取れないから、それは正直うざいよ。それはダメ。うん。まあ、ボンのいいところは素直でちゃんと謝るところだな。ごめんよ、つって。つね15号さんあれ、まだふわっちやってんの。やってるよ。つね16号さん、ボンさんになんて口の利き方だ。つね17号さん、経験者がアドバイスしたら素直に聞くか。素直に聞いてるよ、俺。これ買った加湿器アイリスオーヤマ3500円かな。我が家の加湿器これになりました。スネ18号さんタバコを買う金はまだあるんだね。タバコ買う金あるよ。こんばんは。スネ6
号さん、ボンさんを代表で他の人にも注意してるんだよ、多分ね。いや、いや俺全然注意するよ、誰にでも。のりこの。それ買ったんか。それ買ったね。いや、別に俺他の人にも言うよ、全然。やめてって、うぜえからって。うざいもんはうざいんだからしょうがないじゃん。別にボンだから言ってるわけじゃないよ。キツネ5号さん、ドリコラブ。分かったよ。別にノリコラブなのは全然いいけど。あとボン、サムネ変えたい報告をいちいち LINE でしてくるな。なんで、なんで俺がお前の顔を確認しないといけないんだよ。空気清浄機のフィルター3300円。空気清浄機のフィルターとこの加湿器は同じ価格なんだと思って、なんか変だなって思ったよ。どう考えてもあのフィルターなんか800円ぐらいだろうみたいな原価。原価800円ぐらいだろう。なんで俺がお前が太ったとか痩せてるように見えるサムネにしたとか、なんで俺が一日確認しないといけないんだよ。もうやめてくれよ、本当に。勘弁してくれよ。キツネ25号さん、便所が正直出演者に払うギャラより石川や TJ に払うギャラがバカ高いんだよ。いや、そうでしょう。多分 TJ さんと、あの石川の利益10万クラスで払ってると思うよ。いや、そういうもんだよ。そういうもんだよ。そういう世界だし、この世界人気商売だから。俺らみたいな雑魚は体張らないダメなんだよ。それは昔からそうだよ。ボンはそういうところ張るね。まあいいじゃん、ボン素直だし、ごめんよって言ってるし、そこはさっぱりしないとね。お茶ばかありがとう。妻には深夜中に告白して振られたらしい。付き合うわけない。そりゃそうだな。全然いいんだけど、注意して言うこと聞いてくれたらいいんだけど、お茶ばかありがとう。別にいなくなれとか思わないから。ボンだってアイテムね、課金して投げてくれてるし、応援してよかれと思ってやってんだけど、まあメンヘラだからさ、そのうざがらみしちゃうんだよ。だから注意しないとダメなんだよ。障害者だからとか、障害持ってるからって甘やかしたら、わかんないから本人が。言ってあげた方が絶対いいんだよ。別に俺も怒ってるわけじゃないから。うぜえだけだから。解放もそうだよ。それを繰り返したらうぜえってなんだよ。彼氏いるよ、ボンは。22号さん、和道さん、何をしてもセンスないかと思いますが、すいません。いや、意味が分かんない。22号さん、ボンは可愛げあるけど、矢野ラッキーは可愛げのないババア。矢野ラッキー可愛げないんだ。いやいや、言わないとダメなんだよ。よくさ、障害持ってる人に優しくしようっつって言わないじゃん。それ間違いだよ。障害持ってても悪いことやったら言わないとダメなんだよ。人間関係なんだから。障害持ってるやつも対等に扱うもん。ねえ、センスないやつにセンスないとか言われたくないよね。やってたよ。うん。なんで？やってたよ。いや、お叱り受けてるわけじゃない。俺は叱ってるわけじゃないの、ボン。ボン、それは違う。俺は偉そうに言ってるつもりじゃなくて、俺に対してそういうことやんないでと。俺は嫌だって話してんの。俺とお前の関係だから、良好な関係、リスナーと築きたいじゃん、一人一人と。俺とお前の話、叱ってるつもりはない、別に。うん、俺は別に叱ってるんじゃなくて、俺はそういうのうぜえからやめてくれよっつって、あ、分かったわで終わりだよ。そう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 、別に叱るとかじゃない。22号さん、センスない。私があなたもセンスないかと思います。すいません。
16号さん気に食わないならもう見なくていいだけ。17号さん通常枠でコメントしようとしたら休養できてコメできず。常25号さんすごいもんの数。常26号37号気にするな。ああ、コメントできなかったんだ。あ、通常コメント打ちたかった。ツイキャス行けばいいじゃん。ツイキャスも同時に開いてるから。だから、キツネ枠、要は、匿名でコメント打ちたい、自由にコメント書きたい人は、キツネでやって、コテハンやりたい人は、ツイキャス行きなって、前から言ってるよ。ツイキャス来なよ。幼児体系か、俺。ブロックしてるよ。常27号さん、カズーン枠でいちいち NG コメして垂らされてたよな。あ、そうなんだ。常24号さんでもふわっちってサムネ変えたクリア多いよね。 W 独特の文化なのかね。サムネ変えた中多いね。てか、かまってちゃんが多い。ツイキャス、ツイキャスっていうかふわっちが。常28号さん、1月はアイテムどんな感じですか。相変わらず食えない感じです。はい、相変わらずゼフ長。ああ、まあデブの体型だよね、いや DM 送ってくんなっつうの。本当に俺配信者なんだから、友達じゃねえんだから。はい、ワドツ。常35さん、正規ワド監督は常連のリスナーさんにもコメントや DM や LINE に対していろいろ指摘することもあります。常25号さん、卵味噌和道さんに粘着するのが生きがいだったから、最近地にタイばっかり言ってるよわら。あ、そうなの。死ねばいいな。常31号さんはドツです。はい、はドツ。死にたきゃ死にやい。常21号さん、定期おかしくない。うちの定期おかしいよ。常22号さん、横から見ても金がらめですね。通ってません。常27号さん、いちいち定期するもの。胸板は熱いね。ガキの頃から胸板熱い。骨が熱いんだよね、筋肉じゃなくて骨が熱いの。昔から。常32号さん、常連になれば DM 対応してくれるってこと。いや DM 対応っていうか、ファンレターだと思って受け取って読むけど、仕事の関係とか、まあなんかそういうのしかやり取りはしてない。定期は任意。常21号さん、任意。それは嫌味なの。常6号さん、定期なんとかしてくれませんか。いや、うちの定期は狂ってるから。常25号さん、最近のんちゃんは元気されてますか。のりこは元気ないね、今。うちの定期は狂ってるよ。常22号さん、ニューハーフになる。もうならねえわ。常31号さん、がたいよいよなはどう。まあまあ格闘家の家系だからね。常32号さん、ニンニってどんなやつだっけ。ニンニ。常12号さん、定期はニンニ。いや、だからニンニ。常33号さんはどつ。はい、はどつ。常35さん、狂ってます、自覚してます。はいはい、知ってる。いいんだよ、ボンもニンニも狂ってんだよ。ヤノラッキーもボンもニンニもミースケも全部狂ってるから、全部狂ってんだよ。コテハン勢はうちは狂人しかいない。常12号さん、父はモンジョリみたいよ。常5号さん、あたい変わったかな。あ、ダメだ、バンになるところだった、危ない。関係ないよ、わら。いや、あるでしょ、 DNA だから。骨格が太いとかあるでしょ。常35さん、ファンだから仕方ない。常34号さん、わら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 。常3号さんは、どう。リスナーは、女はカッパラカー、男は童貞かたぎが一般的。常35号さん、需要ないから閲覧少ない、愛されないからアイテム飛ばない、配信者ならマンスリーとリスワンで結果。お茶ばっかありがとう。常36号さん、バーガーをプレゼントしました。はいはい。常26号さん、定期 W、 ただのイヤカンド、ただ下がりの定期。いいね。常33号さんは、父さんに彼女がいるのは分かってるけどエッチしたい。エッチしたよ。常32号さん、ミースケの救いは花火あるとこ。ミースケは花火くれるよ。こんなに苦情来る枠はあまり見たことないかも。
珍しいよね。田中さんありがとう。ありがとうございます。キズナフリーズ来た。おめでとう。キズナフリーズ来た。いいじゃん。おめでとう。マジか、熱いね。キズナフリーズ。水のように優しく。花のように。余計なお世話定期だよね、わら。いいんだよ。つね三十三号さんはどうさん大好きです。ありがとう。うわ、体が硬い。筋肉痛。31号さんはどうスロット知ってんのか。おお、結構スロット、まあ最新機種とかわかんないけど、うん、キツネ3号さん定期担当がよりによってパッパラパーなのが和道さんっぽいですね。パッパラパーだよね、うん。キツネ32号さん逆に特徴になるな、弱みを強みにする、いまいちな定期が流れる枠。キツネ27号さん定期もアホだし、ボンもタバクではどう宣伝 WW アホしかいないわ。アホしかいない、いいんだよ。22号さんセンスない人見てたらマジできた W フリーズ、うん、ありがとうございます。キツネ35さん解放さんがふわっちキャスでコメントするのはいいのかな。キツネ34号さんはどう枠らしいよな W。 別に解放に俺コメント書くななんて言ったことないよ。キツネ35号さん光も4時間で花火3発だけだった。コアコンになりつつある。マジで光くんそんな感じなんだ、かわいそう。つね38号さん、画道さんお久しぶりです。画道さんの言った通りに店の経営方針を変えたところ、去年の利益が2000万上がりました。本当にありがとうございました。あー素晴らしい。本当ですか。つね32号さん、あー素晴らしい、おめでとうございます。くれませんか。すごい。コメントが来る枠は珍しい。え、あれかな、あの Google がやってる経営方針の話かな。あれかな、 Google とか Apple とか Amazon とかがやってる経営方針の話、利益率向上のあれ、あれの話かな。いや、おめでとうございます、素晴らしい活躍、ご活躍期待してます、さらなるご活躍を。マジで5000枚出してよ。いや、絆フリーズ5000はいかないでしょ。トータル5000いくかもしんないけど、まあ一撃2000枚ぐらいじゃないの、よくて。まあ5000枚出たら花火一発嬉しいな。いやいや、まあ会社の利益は自分の収入ではないから、うん、いやでも嬉しいね、なんかそういう風に言っていただけると。いやー、俺は好きじゃない女抱く趣味ではないよ。いや俺は誰かに対して見るなとは言わないよ。マナー守ってる人は別に見ていいよ。アイテム投げてくれたりとか、あの応援してくれたりしてる人を悪くは言わないよ。解放はただ弟子がクビになっただけで、リスナーやめろなんて言ってないよ。爪33号さん残念。そりゃそうでしょ、好きじゃない女抱かないよ。まあまあまあ 100% 株主だったらね、そりゃそうだけど、まあだけど従業員に還元してあげるのが経営者だと思うよ。いやいやいや違うでしょ、その利益を作ったのは、いやいや、それは間違い、それは間違い。だってその利益を作ったのは社員なんだから、社員にボーナスを出すべきだよ。で本当にこの人が利益出たりとかしたら、自分のお金で花火一発とか欲しいな。自分のお小遣いの中から欲しいよ。一発でいいよ、全然。平型と関係ない。うん。平型 B48 だからね。海宝、ボン、ニンニ、矢野ラッキーとか平型しかいないからね。平型 B48 を結成する？いやもう全員平型でしょ。6号さんコメントが面白い W。 キツネ32号さんゴーンが逮捕されて喜んでる日産社員もいるみたいだしな。まあ俺は社員に還元するべきだと思うよ。それがいい社会だと思うよ。解放は俺に花火投げてくれてたけど、ここ3ヶ月ぐらい投げてないね。彼氏ができてから投げなくなったから。AKB48。 39号さんはどつ、うん、ウエストポーチまだ見つけてない。
アイワード2。常三号さん、ヌマップみたいな感じで、和道さんがプロデュースやってほしいね。アイコさん入れたいね。常33号さん、うわー。アイコさんと、イタババアと、アイコさんとイタババアと、その辺がセンターでしょ。あと、ノリコとか。スタップくんね。そう。いや、解放嫌がらすごいよね。先月に大花火投げた。毎回投げろよ。毎回投げろよ。毎日一発投げたら花火師だから。毎日一発投げたら花火師だよ。月3万。月3万。あれだったらあれだね。アマゾン券欲しいな。カレーシュースでしょ。ウォ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  AKB なのにラブレボリューションだからね。ラブレボリューションウォウォってアイコさんとかイタババとかノリコとかカイホーとかはもうノリノリでウォ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 ラブレボリューション絶対売れるでしょ絶対売れるでしょ。あ、ドレさん誘ったけど沖縄は別だって。それは面白いよね。ありがとう、ニンニン。常35さん、埋めないアイドル。はや、派閥できるでしょ。常41号さん、解放波紋になったし、まあまあ、不義理だよね。不義理だよね。いや、すげえ不義理だと思う。秋元康史的だね。まあつまんねえわな。まあまあ2年間俺からまあ何を学んだんだろうっていうね。何を学んだんだよな。まあ見てて辛いよね。まあいやほんとそれだよ。いや本当それだよ。7号さんでも本当にすぐ誘ったな。解放わらわらわら。いやだから言った通りじゃん。常45さん解放いつの間にアンチ増やしたん。いや増やしたんじゃない、つまらないんだよ。配信者解放はアンチじゃないの。解放配信者の一番悪いところは、配信者の一番の罪はつまらないことだから。これから段間塾でシーンじゃないの。つまらないことが一番の罪。41号さん解放消えろ。常42号さん、ただただコメントに感謝してるだけの放送。くだらないよね。常33号さん、配信できちょこってあるのにしんどい配信。常24号さん、それはダメでしょ。はい、どうもどうも、コンティニューコインありがとう。常45号さん、初見周り肌が綺麗になったとかどうでもいいから。常3号さん、解放は結構アイテムくれくれするのも立ち悪いな。いや、俺はアイテムくれっていうのは配信じゃないと思ってるから。マジつまんない。見に行ってみりゃいいじゃん。いや、スタップくん離れたらしいよ。いや、もうスタップくん離れたって。うん。あ、そうだ、ギフト券ね、3000円からになっちゃったの。アマゾンの方針が今年から変わったんだ。うん。そう、プレゼントできるのが、多分あれじゃん？なんかアマゾンプライムとかで、合わないんだと思うよ、金額が。そう、3000円からしか送れなくなっちゃった。いやもう解放はほんとね、一回一からもう一回修行した方がいいよ。絶対にもう一から改めて本当に配信やっていきたいんだったら、一回改めないと本当に終わるよ。あ、本当にニンニンありがとう。
いや、あのね、調子乗りすぎ、本当に。いや、俺は向いてる向いてないっていう議論はしたくないの。向いてるか向いてないかで言ったら夢を潰すから。俺は向いてなくてもやるべきだと思うのよ。それは言ったらダメ。どんな人間だって最初は向いてないんだから。いや、一からやり直した方がいいよ。あー、それはあるね。見てる側からしたら向いてないと思っても、まあ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 ね。うん、アイワード2お茶ありがとう。それはあるかもしんないね。病気のせいはダメでしょ。解放一回根性入れ直した方がいいよ、本当に。いや、本当にそう思う。こんな配信でも何でもねえもん。マジで潰れるどころか一生うだつ上がんねえよ、あのスタイルだったら。だってさ、去年の末の伸びでさ、100人ぐらいさ行ったのにさ、もう逃してんだもん。今60とか母体があるんならわかるよ。50、60キープできてんならわかるけど、もう元に戻ってんじゃん。結局あいつのファンなんかいないんだよ。ブスにブスって言って何が悪いんだよ。ブスにブスって言って何が悪いんだよ。お前カブトムシとかさ、カナブンとかのお前さ、ひっくり返した時のお腹みたいな顔してんだよ。カナブンとかセミとかの裏側みたいな顔してんだから、解放。何が肌が綺麗になったんだよ、お前。ふざけんじゃねえ、バカ野郎。カナブンの裏側みてえだろ。いや、見てこいよ、じゃあ解放の枠。タイムシフト見てこい。カナブン裏返した時と同じ顔してんだから。なあ。お茶ありがとう。まあまあ好き嫌いあっていいんじゃないの。うん、いいと思うよ。ただ俺はくれくれって言う前にね、この手を出す前に、くれ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 ってこの手を出す前にやることがあるんじゃないのって。お前は、お前の仕事、お前の生き様はこれをやることなのって。これの前にやることがあるんじゃないの。これよりこれだろ、そう思わない？これよりこれで、これがなかったんだったら体張れよって。バンジージャンプでも何でもやれよって、そう思わない？芸人だろ、配信者って。これもできねえ、体も張れねえで、こうやってやられてみろよ。リスナー頭にくんだろ、それは普通だよ。だろ？俺はこれでやってきてるよ。ね、俺は体も張るよ。うん。いや、言ってるよ。ずっと言ってるよ。おかま感出てる？ありがとう、お茶ありがとう。お茶ありがとうね。もしよかったらお茶爆50、お茶爆100もよろしくね。いや、だからリスナーも目が肥えてきたんでしょう、結局。あ、だんだん、力ある配信者に戻ってきてるもん。お茶爆ありがとう。ノリコもぶっ壊れてるから今。ノリコもぶっ壊れてる。中身ない。ダメ。喋れるんだったらいいよ。喋りができるんだったら俺は文句は言わないの。
部屋の中でやるのもありだから、別に喋りができるんならね、便が立つんだったら、ペラができるんだったら。でもね、外配信求められたりとか企画やれって言われてるのはペラがないからなんだよ。ペラ磨けよ、じゃあ、うん、そう思わない？そう、面白いと変わってるは違うから、うん、そう、ペラの練習してねえんだもん。俺本読むよ、勉強してるよ、取材してメモってるよ。俺はペラ磨いてるから、うん、で、わかんないよ。確かにね、じゃあね、岡崎体育の話も広がらないって、岡崎体育のライブに行ってるんだったら、岡崎体育で30分喋れねえのかよって。そんな質問が来た時、ライブに行ったんだよね、楽しかったよって、何が面白いんだよ。いや、ちょっとね、聞いてよって、岡崎体育って何年に結成しててねって、実はメンバーとこうこうこういうことがあったの。で、似てるバンドにこういうのがあるんだけど、ここが違うから聞いてみてほしいの、曲の違いとかさ。まあコントだったらライブのテンポ感がこうでとか、なんでそれをやらないんだよ。ただ金払ってる、見に行って楽しんでるだけじゃん。金払ったんだったら自分のペラに変えろよ。そうじゃないの。いや、言っとくけど佐野は面白いよ。いや、ダメでしょ。いやいやいや、コメント読み上げるだけでしょ。コメント読み上げマシーンだったら配信じゃないもん、そんなの。そんなのが面白いって言ってるやつ、頭おかしいリスナーだろ、うん、そう思わない？そんな頭おかしいやつでしょ。佐野がつまらないって言ってるやつはにわか、うん、佐野をつまらないって言ってバカにするのが面白いっていう新しいコンテンツだから。いや、佐野はペラうまいよ、うん、言ってることがめちゃくちゃなだけでペラはうまいよ。ねえ。あ、でもね、それはね、ちょっと違うかな。これは俺の考えなんだけど、25号さん。一緒に作ろうっていう感覚が大事なの。結局、配信者が一人で面白いことやることなんてできないっていうのが俺の結論なのよ。ね。だってそれができるんだったら芸人でも漫才師でもやればいいじゃん。それができないってなんでかって、俺らの得意性っていうのはリスナーさん、面白いリスナーさんと面白い配信者が2人で面白いことをやる、みんなで面白いことをやるから楽しめるの。だから俺は自分が面白いっていうわけじゃなくて、面白いリスナーさんを常に探してるし、面白いネタを常に探してるし、あくまでそのなんつうの、2人っていうのかな、みんなで共同で作ってる空間だと思うから、だから、その、なんだろう、リスナーさんがお客様キスになったら負けだと思ってる。要は、面白いことやれよ。ああ、笑わせてみろよ。っていう雰囲気を作ったら負けだと思うの。そうじゃなくて、いや、ここ楽しいから今日も楽しもうっていう感覚が大事だと思う。うん、いや、だからそれは心がけてるよ。ちょっとのネタとか、だから、ボンが LINE 送ってくるだけで、ボンをいじれるとか、ニンニが定期書くだけで、ニンニ面白いなっていう空気になるように、キャラクターが立つようにいつも意識してるよ。ただ、それは叩いてるんじゃなくて愛情で、その、ボンのキャラとか、ニンニのキャラとか、ノリコのキャラとかを際立たせようとしてるわけじゃん。だからさ、ボンなんか、またボン、またくだらねえことやって、つって、なんだかんだみんなに定着してるわけじゃん。ニンニが定期書いたら、ねえ、ニンニの定期、お、狂ってるな、こいつって言って、笑い、人笑いが起こるわけじゃん。そう、それはさ、いじめとは違うんだよ。そうそう、ポンコツいじりだよ、ポンコツいじり。だけど、それいじめか、いじりかっていうのってすごく大事で、俺は信頼してる人しかいじらないから。1年、2年見てるとか、こいつは何言ってもいじられても笑ってくれるなって、本人がね、美味しいと思ってくれるなっていう人しかいじらないよ。だから初見とかいじらないでしょ。かわいいねって。ブスだよ。本当はブスなんだよ。俺だって苦しいよ。ブスって言いたいんだよ、本人に。あ、こいつブスだなって思っても、あ、君サムネイル美人だねって。そう。そうやって人間関係を作ってんだよ。そう。本当はブスだよ。そう。だから人間関係できたと思って、アンコロにブスって言ったら怒られたじゃん。いなくなっちゃったでしょ。アンコロ、かわいいね、かわいいねって最初言ってたじゃん。で、ちょっとブスだな、お前って言ったら、もうすぐいなくなったから。そうそうそう。あれは失敗だよ。リスナーに勝ち負けなんかないでしょ。
め34号さん、わらわらわら、うん、逃げちゃった。いや本当は思ってるよ、あこいつひどいブスだなって、うん、とんでもねえブス来たなって思ってるよ俺は。だから今度から今度からね、女の子に君可愛いねって、君美人だねって言ったら本当はブスだと思ってるって思っていいよ。そうそうそう。いやだからいじりなのか、それを美味しくできる器量がなかったら配信者ではないよ。いじられるのが嫌だったら配信やめればいいんだよ。あー美人とはどんな人か、美人か、難しいね美人。俺はまあまあなんかあんまり見た目は重要しないかもしんないな、うん、常12号さん&は今はパルパルセルティブーちゃんリスナー、常65号さん会社でいじられるって可愛がられてるってこと。いやそこは難しい。要は例えば出川哲朗にやってることテレビで問題になってるけど、芸人さんがやってる過激なコントを学校で真似したらいじめになるんだよ。あれはプロがやってるからの信頼関係があってやってるわけじゃん。だけど受け手がいきなりやられたら嫌なわけだから、学校小学生とかその関係性が作れないからいじめになっちゃうの。だから人間関係を作った上でどこまで話すのか、どこまでいじるのかっていうのがいじりのテクニックなのね。だから何でもかんでも毒を吐きゃいいっていう問題じゃないと思うよ俺は。初対面の人にいきなりさ、ブスですねって言ったらダメなわけじゃん。そうだから、そのさじ加減なんだと思うよ、さじ加減。難しいところだけど、32号さんしかし面倒くせえな、かわいいって言ったらそうでもないよっていうくせにブスだなって言ったらへそ曲げてこなくなるとか、まあまあ面倒くさいよね。6号さん受けとの返しもありますもんね。人のこと散々寄り目だとか言っといてさ、自分がちょっとブスって言われたぐらいで離れるんだぜ。本当にどう思う、どう思う、人のこと寄り目だとかさ、なんだかんだハゲだとか散々いじくり倒してて、自分がちょっとブスって言われたぐらいで離れるんだったらいらねえわバカ野郎。そんなもんうちのリスナーに向いてねえわなあ。そう思わない？人のこと散々いじくり倒しといて、自分がちょっといじられたぐらいで、そんな人だと思いませんでした。バカじゃねえの本当に。二度と来んな。そう、チヤホヤされたいだけ。ゴミゴミ。ミマタさんが面白くないって言うんだったらお前笑いのセンスねえよ。ミマタさんが面白くないって言ってんだったらお前が逆にお前のセンス疑うわ。ミマタさん普通に面白いから。それはお前のお笑いのセンスがないだけ、シャに構えてるだけ、うん、くだらねえもん見てればいいじゃん。お前が面白いと思うもん見てりゃいいじゃん。じゃあ、いやだからあれでしょ、結局なんかちょっと可愛いからってチヤホヤされて生きてきたんでしょ。三松さんが売れないのはいや三松さんが売れない理由は知ってるけどここでは言えない。いやいや三松さんめちゃくちゃすごいよ。だっていまだに宮川大輔ジュニア品川とかオフィス北野なのに吉本の芸人に慕われてるでしょ。で先輩芸人北野さんたけしさんのね事務所に入ってて松本人志と交流があったんだよ。こんな芸人いないからね、すごいんだよ。ただただちょっと不手際を起こしてしまう。すげえ面白いよ三松さんは。いやめちゃめちゃめちゃくちゃなの三松さんって。三松さんめっちゃ面白いよ、うん、
いや、三松さんに使われるのが俺の仕事だから。違う、だから分かってないんだよ。面白くないっていう芸風なの。その三松さんは面白くないっていうエピソード、滑らない話で何回されてるんだよ。それがめちゃめちゃ面白いんだ。分かってねえな。そうそう。そういうこと、そういうこと。いや、だからにわかなんだよ。真に受けちゃうんだよ。あ、そう、三松さんのぼったくり伝説とか。ねえ、超面白いよね。うん。めちゃくちゃ面白いよ。三股伝説。それは書かないで。それは例のやつだから。金返さない三股はガチのやつだからダメ。そう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 、そういうこと、そういうこと。三松さんはつまらないっていうキャラクター、滑り芸なんだよ、うん、そう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 、あれ、それはガチだから。腰巾着ではないよ別に。俺三松さんと交流じゃない、仕事でやってんの、うん、俺は仕事でやってるわけだから。すごいよね。そう、そういうこと。あ、まあそれはあるけど、だから俺で言うところの石野なんだよ。石野ピンが面白いかどうかっていうよりも、キャラクターが立ってるから周りの演者が喋ることによって面白くなるタイプの。でもそれは本人の実力だよ。それは確実に本人の実力。あー、近いかもね。いや、あのね、っていうかね、メディアっていうよりもね、いや、だから言えないんだっつう。それはちょっとご想像に、ご想像にお任せします。ご想像に、うん、いや別に世間なんか気にしてないよ。俺が面白かったらそれでいいんだもん。俺が面白かったらそれでいいんだもん。なんで、あのね、あのバカに合わせないといけないんだよなあ。どうでもいいよな。俺が面白かったらそれでいいだろ。俺の人生なんだからほっとけよ。お前が面白いと思うもん見てりゃいいじゃねえかよなあ。ダンカンさん合ってるよ。ダンカンさん合ってる、合ってる。北郷さんともね、ちょいちょい会ってるし。ダンカンさん忙しいんだよ、経営者だから。今専務だよ、ダンカンさん。キツネ61号さんどうでもよいってやっこほど世間体気にする。キツネ79号さんかずみちかわいい。キツネ62号さん解放は本当は仲良しなの。いや、嫌い。正直言うと嫌い。うぜえ。もうちゃんと謝られてないからね、まだ。いや、そういうとこでしょ。ちゃんと謝罪されてないからね。ありがとうございます。ファッション？ファッションって何？ああ。病気だな。これだよ、こういうところだよ。今、ツイキャスでこいつなんて書いたと思う、みんな。ツイキャスで、うわ、こういうところだよ、こいつの嫌いなところ。LINE で謝ったけど読まれてないかな、だって。どう思う、みんな。ツイキャスのコメント見てごらん、みんな。私、LINE で謝ったけど読まれてないのかな、だって。喧嘩売ってるだろ、こいつ。マジで、引くわ。引くだろ。こういうところだよ。
LINE で謝ったけど読まれてないのかな、だって。ほんとクソ、こいつ。ほんとクソ。きつ。俺は波紋になるわ。本当だよな。そういうとこだよね。なあ。クソだな、こいつ、本当に。それは相手にされないわ、他から。言葉が出ない。いやー、引いたわ、今。引くよな、ちょっとな。それが嫌だよね。クソならクソでさらけ出した方が面白いのに、なんかいい人ぶるのが俺嫌なんだよね。好感度上げようとするやつ嫌だ、嫌い。クソならクソでいいじゃん。俺の放送を見てる時点で全員クソなんだから。俺もクソだよ。でも俺はクソだって言ってんだから。俺らそうじゃん。いや、俺クソだよ。俺ゴミクソだよ、カスだよ。だけどここ見てる人もそうじゃん。だけど俺が嫌いなのは、自分がまともだと思ってまともかのように振る舞うクソが嫌いなんだよ。だろ。で、俺クソだよ、自覚あるもん。自分でクソだと思ってるもん。まあ全然マストクズだよ、マストクズ。全然クズだよ。だけど俺クズなのさらけ出してるもん。いや、クズの自覚がないクズほどね、嫌なものないよ。うん。爪73号さん結果、クソ家族の内輪もめわら。爪81号さん、お前のクズさにはかなわんわ。知恵遅れでいじられたくないんだったら俺に絡んでくんじゃねえよ。知恵遅れで、知らねえよ、知恵遅れかどうかなんか。知恵遅れでよ、あーだこうだ言ってくんじゃねえよ、バカが。知恵遅れでいじられたくなかったんだったら、お前家の中で引きこもってろよ、バカ野郎。そうまねえ。だろ？リスナーでもやってりゃいいじゃん、ゴミみてえに。だからこれだよ、またツイキャスでこれだよ。全然意味を分かってないの。見て、ツイキャスのコメント見て。これだよ、また書きやがったこいつ。こいつ意味が分かってないんだって。同じことやってんだって。このコメント見て、ツイキャスの。ほんと腹立つわ。魚でしてんなってこいつ。俺の言ってる真意が分かんないんだって、バカだから。いや、読みはいいじゃん。もう腹立って読み上げたくもないよ、俺。本当に腹立つわ。まあまあ、そうでしょ。いや、病気だからとか関係ないよ、そんな。知ったこっちゃねえよ、俺からしたら。知らねえよ、そんなの。俺が病気にしたわけじゃないんだから。腹立つでしょ、これ。27号さん、アンチも嫌いなら見るなよ、 W 書きたくて書きたくて、うずうずしてんのかよ。なんかストレス溜まってんだろ。知らないけど、ストレス溜まってんだろ。コンティニーコインありがとう。サンキュー、コンティニーコインお願いします。腹立つよな、本当に。いやいやいや。コンティニーコインありがとう。サンキュー。解放が素敵な女性だっていうの、俺のところで書くなよ。解放の枠でやれよ。迷惑なんだよ。解放が素敵だと思う、あなたのご意見は勝手だよ。
それは向こうで書けよ。俺解放嫌いなんだからよ。違うんじゃないの。それはお前本人に言えよ。違うの。俺は解放嫌いなんだからよ。船81号さん、ノリコやかいほうにしか吠えれない。今田やダンカンには5番ダメ。船95号さん、最近何やってるの。船12号さん、アンコロラブ。船25号さん、直接謝りたい、会いたい。船62号さん、サル再生が良くていいな。船82号さん、解放ってだれ。船82号さん、こいつを理解できるのは病人のみ。船62号さん、解放って、ほんと存在がイライラする。船78号さん、お前おすすめ寄生虫やん。船87号さん、のりこさんの方が怖い。船25号さん、解放さんに挨拶。船62号さん、こんばんや。61号さん、精神病の女にしか吠えれない数日。イライラするでしょ。ふざけんなよな、ほんとに。いや、腹立つよね、ほんとに。船81号さん、病人さんいらっしゃいのわけです。船33号さん、解放、船61号さん、今日は解放枠なの。コンティニューコイン、ありがとう。船61号さん、アイテム、タイム、まだですか。船90号さん、今日は解放枠なの。コンティニューコイン、ありがとう。船60号さん、解放は予算棚切れよ。船25号さん、解放はワルグチだらけだから見ない方が良いよ。船65号さん、解放は、ダンカン塾でバカにしたらその気になったたんだよ。船40号さん、解放は、ワゾーにどんだけ迷惑かけてんだよ。トイレ行ってくるわ。船12号さん、解放、ネタで閲覧上がるね。船65号さん、鼻毛ないのがWZUZUCような。船82号さん、解放って書くなってよ。船62号さん、解放、その気に立てた数日にも責任がある。船42号さん、解放に売名して閲覧稼げたな。船27号さん、解放は夜花火投げれよ。船62号さん、解放を1回抱いたのか。船34号さん、解放って誰。船34号さん、ツイキャスは全アカウント、アットマークムービー高光がずっとおすすめ規制だったため、アカウントアットマークはドームービーに新しく変えて配信お茶設定しています。規制中はお茶、キーとス設定できません。船84号さん、だから解放ってだれ。船62号さん、解放、きちんと謝れ。船27号さん、解放は夜花火。
狐十二号さん解放よ、電話突して誤って売名はよ。狐四十一号さん解放の存在自体が嫌だな。狐九十二号さん解放。狐二十七号さん解放、謝罪花火はよ。狐六十二号さん解放は大炎上。狐七十七号さん解放は自分は良い人だと思い込んでるガチガチのクズババア。狐八十四号さん解放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 かゆい方。狐六号さん雅さんの応援するっていうのはひどいね。狐六十二号さん解放、電話してきちんと謝れ。狐二十七号さん解放解放。狐九十一号さんワドは本当は解放が好きなんだよ。狐九十三号さんワド三小川さん消えた。狐七十七号さんうんこ中。狐九十四号さんどうでもいいわ。狐七十九号さん珍道珍宝。狐六十一号さん和道は解放やのりこにしか選べれない。狐六十九号さんより目は解放の犬。狐六十二号さん解放が雅の応援するなんて言ったからだよ。狐九十二号さんヤッホーヤッホー。狐六十二号さんなんでかぶってるの、読み上げ。狐二十一号さん解放、雅の応援するの。狐二十七号さん解放。狐九十一号さん解放はどのことバカにしてるだけだよ。いやいやいや、だからさ、言わせてもらってもいいですか。じゃあさ、思うんだけど、病人だから優しくしろって言うんだったら病院行けよ。そう思わない？なあ、私病人なんです、私は病人なんで優しくしてください。ふざけんじゃねえよ。ヘルパーでも何でも金で雇えよ。病院行って金払って治してこいよ。だろ、なんで俺が病人に対して優しくしないといけないんだよな。ふざけんじゃねえよ本当に。だろ、病気治しに行けよ。もしくは金払ってヘルパーだのなんだのカウンセリングでも行ってこいよ。いくらでも優しくしてくれるわ。俺はヘルパーでも医者でもないんだから。あ、小川さんね、 YouTube バン今。小川さん元気だよ。 NHK の党から出馬するよ今度、船橋市議会議員に。でも YouTube がね、多分アンチにやられちゃってんだよね、うん、だろ、だったらお前病院行けバカ野郎。変に構ってない。俺は花火投げる人全員構うもん。花火投げる人優遇するもん。まず性格や病気のせいにしてる時点で何も得られないな。狐六十二号さん解放は精神病院入院したんだよね。狐十七号さん惰性小川。狐二十一号さんあんなに遊び歩いてて年金受給って何なの。はい、こんばんは。ツイッターに情報出てるよ、ツイッターに。俺のツイッターでもリツイートしてるから。お母さん今ツイッターで活動してる。はい、ワドツお茶ありがとね。狐69号さん安心してください、風船すら飛びませんから。狐96号さん走ってるね、毎日走ってる。狐69号さん寄ってるから許してと、病気だから優しくしては意味不明。本当だよね、意味不明だよね。いや本当それ、酔っ払ってるから許して、意味がわかんない。狐92号さん解放って病気なの。いや投げなくなったら関係ないでしょ。そんな過去に投げてるなんて知らないよ。当たり前じゃん、バカだろ。当たり前じゃん、今投げてる人しか優遇しないよ。お茶バカありがとう。そうじゃないの、いやそれ普通でしょ。投げなくなったんだったら別に優遇する必要ないでしょ。5号さんのりこがミュウツーたちの枠でアイテム投げてコメントしまくりでうざいぞ。もうはどうに飽きてる証拠だな。狐62号さん最初は解放のことよく言ってたのに。狐79号さん和道、はいはい。狐41号さんいい年して未だに実家暮らし、年金受給されてるのにいつも金ないばっか言ってるのがおかしいわ。働けよ、金ないんだったら。
たルハさんは恐ろしいラジコンしてきたからだよ。キツネ77号さん解放カードローンまみれ。キツネ61号さん自分より弱いものには強く、自分より強いものには懸命にこびる。それが風道です。何オン何だオンって恩着せがましいとはお前のことだよ本当に。おい、のりゆきさんと絡みない。投げなきゃいいじゃんさ。負け組になりたくなかったら投げなきゃいいんだ。いや嫉妬でしょただの。よっさんは嫉妬でしょ。裏だと三松さんに合わせてよってペコペコしてたよ。配信外だと俺も三松さんに絡ませてよ、ダンカンさんに絡ませてよって言ってたよ、ねえ金ないなら働けばいいんだよ。面白いことうちの枠で期待しても無駄だよ。俺のところで面白いことを期待してるやつがバカだよ。面白いことは起こりませんよこの枠では。いやよっさん有能だと思うけど俺は。よっさん人気あるよ。手乗り手乗り、うちのは手乗り。手のひらに寝るよ。何？つね33号さん解放ってどんだけ気持ち悪いの。つね62号さん北蔵解放だ。つね69号さん解放から花火ないと本当何にもないな。違う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 、いきなり放送中に電話かかってきても準備あるから。普通コメント欄で今からかけるとか書くでしょ。キツネ41号さん解放か。キツネ33号さんはゾウさんかっこいい。ありがとう。キツネ1号さん解放か。キツネ62号さんゼロ。もしもし、キツネ62号さん。もしもし、もしもし、何？すいませんでした。はい。何？どなたですか？あ、解放です。はいはいはい。何ですか？いや、あの、謝り方が足らなくて。いや、バカにしてるでしょ。いや、バカになんかしてない。いや、バカにしてるでしょ、完全に。なんで笑ってんの？ない？裏はない。何？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってね。はい、もしもし。もしもし。ん？ちょっと待って。声でかくできない？もしもし。声が小さいから声でかくできる？もしもし。いや、声小さいから、あの、なんか、イヤホンとかつけらんないの？声でかくできないの？イヤホン。スピーカーフォンにしてない？スピーカーフォンにしてます。いやだからスピーカーフォンにすんのやめて、トツかけるときは。じゃあイヤホンにします。はい。
あ、お名前どうぞ。あ、解放です。好きな配信者と嫌いな配信者は？嫌いな配信者、いや特にいないです。いや、好きな配信者と嫌いな配信者は？あ、好きな配信者は和道さんです。うん。嫌いな配信者は？嫌いな配信者は特にいないです。うん。で、何要件は？いや、なんか謝り方が足らなくて。何謝り方が足りないって言い方。俺お前から謝罪なんか受けてないけど。謝罪ですか？いや、謝罪ですかじゃなくて、謝り方が足りないって何？俺お前から謝られてないけど別に。あ、そしたら今謝って。え、泣いてないじゃん。あと何だったの、オープニングの泣いてるくだり。嘘泣きだよね。違いますよ、今泣き止もうと思って必死です。泣き止もうと思ったって何？いや、嘘泣きだよね。声が聞こえないって言われるから。声が聞こえなかったら泣き止むの？なんで嘘泣きとかすんの？嘘泣きじゃないです。嘘泣きでしょ。嘘泣きじゃないです。嘘泣きだよ。いや、みんな言ってるよ。嘘泣きでしょ。嘘泣きじゃないです。いや、嘘泣きだよ。何、そうやってリスナーとかを騙すの？騙してなんかいない。なんで好感度上げようっつんの、そうやって。え、好感度なんて上げようのなんて思ってない。あ、思ってるでしょ。思ってないです。いや、思ってるでしょ。嘘泣きでしょ。そんな甘くないよ。何年やってると思ってんの。だから嘘泣きなんかできないです、私。そんな器用なこと。いや、嘘泣きでしょ。嘘泣き解放でしょ、完全に。だって嘘で泣けたらそんなできるわけないじゃないですか。何を？嘘泣きなんかできるわけないじゃないですか、この状況で。知らない。何この状況って。勝手に状況作るのやめてくんない？いや、だから要件何なんだよ。とにかく、だから、まあ、みやびさんから電話かかってきて、その時に、その時に、応援してくれますかって言われて、あ、はいって言って返事をしてしまって。いや、応援すりゃいいじゃん。いや、だから、それを断ったんですよ。いや、知らねえ。応援すりゃいいじゃん。お前、なに、みやびさんに対しても不義理じゃないの？いや、だから、それは謝りました。は？いや、俺と関係ない話だし、それ。そんなこと。お前とみやびくんの話でしょ。あ、だから、それで、みやびさんに謝って、で、和道さんに。知らないっつってんの？知らない。みやびさんとお前の話なんじゃないの、それは。はい。うん、そんなの知らないよ。なんで俺放送ぶった切られてそんな話聞かされないといけないの？いや、なんかいろいろ迷惑をかけて申し訳ありませんでした。何、いろいろ迷惑って？いや、だからここ最近の。お前何なの本当に。何が言いたいか全然わからないし。お前が勝手にみやびくん応援するっつったんだから、勝手に応援すりゃいいじゃん。いや、だからそれは断って和道さんを応援したいと思って。いや、だからみやびさんに対して不義理したんでしょ。そうなりますね。うん。まあそんなことばっかりやってるからあれなんじゃない、嫌われんじゃないのっつってんの。はい。うん。本当に何？本当にいろいろ
だからいろいろってなんだっつってんだよ。かそのみやびくんのことしかり、みやびくんのことなんか知らねえっつってんの俺は、はい、なんでそんなこと聞かされないといけないの。てめえが応援しときゃてめえで勝手に応援すりゃいいだろうがよ。あそうじゃなくて、だからじゃあそうじゃなくて何なんだよ。波紋の件から、波紋の件は波紋なんだから何が文句あんだよ。あいや文句はないです。じゃあなんだよ、文句ないんだったらかけてくんなよ。波紋の件からだから波紋の件ってなんだよ。いやだからあのごめんなさいってしつこく、だから何をごめんなさいなのか聞いてんだよ。あ、だから、だから具体的に分かってないんでしょ？何が悪かったのか。それでただ謝れば済むと思ってんでしょ？バカだな、お前。いや、お前がやってることさ、ずーっとここ数週間そうじゃねえかよ。ごめんなさい、ごめんなさい。何が悪いと思ってんの？いろいろ。その説は。いろいろと。いや、いろいろって具体的に？いやー。これのループじゃん。な、お前悪いと思ってないんだよ、何も。いや、思ってるからかけてるんです。思ってないじゃん。原因分かってないんだから、俺が怒ってる。いやすんすんじゃなくて、はいはいじゃなくて、はい、お前は自分が何で怒らせてるか分かってないでしょって。いやなんかすごい人をイラつかせてしまうところが、あって、はい知ってます。はい、だから一つのことで謝って、それが謝りすぎて話に残しようってしまったりとか。いやいや、謝られてないっつってんの。だからそういうところだっつってんの。自分が何で人を怒らせてんのか知らないんでしょ。とにかく波紋の後からやっぱりいろんなことで、だからいろんなことって具体的に何だって聞いてんの。あだからその謝るコメントをいっぱいしてしまったり、その後に、だから違う、お前は何に対して謝ってるんだって同じことをずっと聞いてんだよこっちは。はい、はいじゃなくて何に対して謝ってるんだって聞いてんの。はい、いやはいじゃなくて、あとにかく和道さんをイラつかせてしまって、いやだからなんでイラつかせてると思ってるのって聞いてんの。あ皆さんお茶箱お願いします。何？いろいろ。だからそのいろいろが何なのかって聞いてんだよ。いろ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 じゃなくて具体的に一個でも例を挙げろよ。はい、だから。なんだいろいろって。あ、LINE で。LINE ですいませんを繰り返してしまったりとか。は？
電話で、すいませんを繰り返して。お前今やってんじゃん、それを。お前が今やってることじゃねえかよ、それ。直接謝る方法が他に見つからなくて。は、何？お前さ、自分で今言ってるんだよね。LINE とかコメント欄とか電話を放送中にしつこくしてしまって、ごめんなさい、ごめんなさいって言って、ごめんなさいっていう LINE を今かけるの。バカにしてるだろ、お前、俺のこと。いや、断感塾の。いや、じゃなくて、いや、お前、冷静に考えろって。はい、俺をイライラさせてるお前の理由が、放送中に LINE とかコメント欄とか電話で、俺が放送やってる時にごめんなさいって言って、ごめんなさいっていうのを放送中に電話かけてるんだよ、お前。はい。いや、はいじゃなくて。あ、じゃあ、切ります。すいませんでした。嘘だろ。考えられねえわ。考えられない。何これ、本当に。どう。船115号さん、これは面白かったぞ。船81号さん、病人からも捨てられたな。意味が分かんないでしょ、本当に。船114号さん、ごめんなさい。船33号さん、ブロック。船62号さん、弟子にしたのが間違い。いや、本当それだよ。船118号さん、今来た説明よろ。本当、本当それ。いやいや、意味が分かんねえわ、マジで。どういうこと？ジュゴンとか言うのやめて。ジュゴンが海に帰ったとか、なんかコッコの歌詞みたいなのやめて、ちょっと。お前コッコかよ。ふざけんなよ、ほんと。マジで。船1号さん44号わらわらわら。船62号さん解放は無条件に嫌い。船91号さんつまらなかった。船34号さん嫌はどうか。いや、もう粘着でしょ、これ。ただの。粘着だよね。船33号さん解放、粘着半端ね。いや、だから嫌がらせされてるから俺は切れてんだよ。新しい病人を探せよ。粘着されてるから切れてんだよ、俺は。船62号さん解放、やめてんだよ、ほんと。船91号さん、これで満足しちゃうリスナーにわかなの。船1号さん解放は単純につまらんな。いや、つまんないよ、ほんとに。船88号さん解放さん、性欲強すぎ。まったく意味がわかんないよね、ほんとに。船21号さん解放、許せねえよ。いや、だから病気だって言うんだったら病院行けよ。病気だって言うんだったら病院行けよ。俺医者じゃないから。そう思わない？病院行けよ。ヘルパーでも何でもカウンセラーでも行けよ、本当に。知らねえよ。そんな俺のせいじゃないんだから、病気になったのは。3号さん解放、これで次の放送少しは枠な。今日はこれぐらいでいいだろう。腹立つわ。船125さん解放は、カズミチが大好き。大好きだったら応援するだろう。違うか？大好きだったら応援するだろう、配信を。違くねえか？62号さん解放の枠のリスナーは解放を見下ろしてる。船94号さん、首つりるんじゃね。
何が首吊るだよ、本当にしょうもない。ふざけんなよ、マジで。解放ギリだけるんだ、すげえな。常6号さん、解放さんがなぜ怒られているかがわからないのに謝るから余計にややこしい。いやだからもう、あ、だからそういうのが嫌いなんだよ俺。そういうのが嫌いなんだよ。ただ謝れゃいいと思ってるのが許せねえんだって。何が強さだよ。常125号さん解放は今も昔も解放のまま、解放がまともならそもそも和道に近づいていない。常125さん呪言に謝って、常61号さん典子をだける、お前もすごい。典子は可愛いよ。プリンセス典子だから。常34号さんどっちにしてもイライラするわな、関わるだけ無駄。まあイライラするよね。常96号さん俺もだける。常99号さんインディングレーってやつか。常81号さん久々のネタを料理できないかと配信者。あ、もうこんなの繰り返されたら俺たまったもんじゃないんだけど。放送中に邪魔されてさ。だって本当に悪いと思ってるんだったら今すぐ家に来ると思いません？俺が本当に悪いと思ったら今すぐ家に持って、菓子折り持ってちゃんと謝罪するけど、そうじゃないの？メールとか LINE とか電話で謝罪する時点で俺は謝ってるとみなさないよって言ったじゃん。でしょ？今すぐ俺だったら謝りに行くけどね。いや家に行くでしょ、普通に。すいませんでしたって。おかしいだろ、ほんと。だよね。だよね。いや、トラヤの洋館でしょ。トラヤの洋館を持って、本当にすいませんでしたっていう、粛々と。トラヤだよ。謝罪するときはトラヤの洋館で。34号さん、いや配信してたら配信中に電話したりしないでしょ。 W 悪いと思ってるなら私なら花火ファンタ投げるるぽい。まあ花火ファンタ金で謝られても嫌だけどな、俺は正直。常125号さん、呪言が再び離陸しました。そう思わない。常81号さん、のりこより解放の方がマシだろ。いやだから解放のリスナーもそんなんでしょ。常122号さん、お前がつまんない配信やめれば解決。常12号さん、そんなこと言ってると今晩来るぞ。金の問題じゃないでしょ、完全に。常33号さん、家教えてるの。アマゾンでトラヤの洋館届いたらすげえなおさら腹立つでしょ。ピンポーン、大和佐川ですっつって、反抗してくださいって反抗して、わあ、リスナーからプレゼントだ、わーい、開封しますって言ったら、トラヤの洋館だよ。おちょくってんだろ、マジで。おちょくってんだろ、お茶ありがとう。ふざけんなよ、本当に。逆に怒るわ。常125さん、解放さっさと謝って抱いてもらえ。常127号さん、手作りの煮物持って謝罪に来るべき。常34号さん、だって配信中に訪問来られても迷惑じゃない。前もって連絡して差し入れするなら別だけど。常1号さん、いやまずは、いやだからその程度なんだって。その程度なの。解放のリスナーの操りがえぐい。その程度なんだよ。常33号さん、わら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 、その程度なの。その程度。お前不義理だから波紋だよっつって、弟子を波紋になったら、あいつが一枠目になんて言ったか知ってる？お前波紋だよって言ったの、あんまりしつこいから。もう二度と俺の名前使うなよっつったら、和道さんから独立しましたって言われたんだよ。独立、
独立。もうさすがにびっくりするよね。波紋を独立と捉えるんだよあいつは。半端ねえよな本当に。いや独立しましたって言ってたよ。それであ向こうのかっこいいバカだからおめでとうって言ってたんだよ。おめでとうって言ってたんだよ。すげえよな。いやーわかんないけど。いやもう何されてもイラッとするかんねん。おめでとうだよ向こうのコメント何がめでたいの。何がめでたいんだよ。おめでたいのはてめえらの頭ん中だわ。ふざけんじゃねえよマジで。いや常識っていうか人としての問題だよね。バカだよな本当。スタップ君が俺に花火投げたら解放なんて言ったと思う。受話でスタップ君話があるっていうタイトルで受話速攻開いて投げる相手間違えてる私に投げろって言ったんだよ。俺ほんとびっくりしたよ。和道に投げるんだったら私に投げなきゃダメでしょスタップ君って言ったんだよ。すごい神経じゃない。俺さすがにびっくりしたもん。和道の枠で花火なんか投げたらダメだよ私に投げないとって言ったんだよ。関わりたくねえわマジで。すごいよね本当に。いや俺に投げるとか投げないとかいう問題じゃなくて花火師さんにそういうこと言える神経がすごいよね。誰がどこで投げようがリスナーの勝手でしょ。いや気違いでしょ本当に。すごいよね。いや引くよ本当に。いやー引くわマジで。いやだからスタップ君正解じゃないからスタップ君離れたんだ。だからスタップ君嫌気がさしいなくなったじゃん。今投げてないよスタップ君。スタップ君投げてない今。だからコメント欄でお前やめろよマジで。またお前ツイキャスで書いてんの。自枠でやれよ。自枠で主張があんならよ。お前の枠じゃねえだろなあ。ツイキャスでお前の日記帳じゃねえんだよここは。ツイキャスでコメントを自己主張するんだったらてめえ配信者ならてめえでやれよ。なんでお前の意見をここで書かれないといけないんだよ。いい加減にしろよマジで本当に。ツイキャスのコメント欄で書くんじゃねえよ解放。ほんとふざけてるぞ。ほんと中途半端だよね。いやマジでいい加減にしてほしいんだけど本当に。自枠でやれよ自枠で。いや粘着でしょもう。いやきついよめちゃめちゃきついんだけど。言い訳をコメントで書くとかもう最悪だよね。
125さん化け物のりこ、いや面白いと思うんだったら解放の枠フォローして解放の枠行けよ。91号解放和道の真意を分かれ。いや分かんないんでしょ、分かんないんでしょもう。いや解放大手になるって言うんだったらお前らが育てろよ。じゃあお前らが育てろよ勝手に。俺こんなん才能ねえと思ったから首切ったんだから。もうかそってんじゃん、去年の年末閲覧100いったのに。もうかそってんじゃん、閲覧20に戻ってんだから。才能ねえんだよ、粘着だよ。いやだから解放のところ行けよ91号は。いやだから解放はお前自枠やれよ、自枠もうめんどくせえから。俺の配信見てる暇があったら自枠やれよ。粘着ババアだよね、男子師匠みたい。男子師匠リスペクトだな。いやもう自枠やれよって感じだよね、ふざけんなよ本当に。勝手に囲えよ、関係ねえんだから、関わりたくねえんだから。こっちは解放リスナーとか頭悪いから嫌いなんだよ俺。気に入らなきゃ見なきゃいいじゃん。いやフォローすればいいじゃん勝手に。ほんとうざいよね。ゴーの皇帝、あーダンカンさんがよく言ってるよ、ゴーの皇帝だ。いや俺だったらこんなコメント書いてる暇あったら今すぐ電車に乗って謝罪しに来るけどね。普通だったら、普通だよ、普通の感覚だったらだよ。俺はそれが普通の流れだと思うから。もうっていうかむしろ波紋だって言われた日にやるべきだと思うけどね。独立したんでしょ、勝手にやれよ。人が枠やってる時に電話かけてくんじゃねえよ本当に。そう思わない、そう思わない。独立したって言い張るんだったら、独立したって言い張るんだったらさ、独立したんだったらコメント書く必要ないだろう。いや俺が関わるなよって言ったって関わってくるのは向こうだから向こうに言えよ。コンディーコインありがとう。のんちゃんありがとうね。ありがとう。コンディーコインありがとう。あ、便所さんの面白いね。安定感あるよね。そうそう、俺から関わってるわけじゃないから。
ベンザさん優しいね。ベンザさん優しい。で、カイホの方が面白いんだったらカイホ見ればいいじゃん。キツネ99号さん、俺最近まともな配信者便所さんくらいかな。キツネ35号さん、ヒカルのことをオワコンと呼んでブロックした数分層をどう思う。キツネ138号さん、数道からではなく向こうから関わってくるからね。そうそうそう。キツネ135さん、正直ね、ここだけの話、ワドより解放の方が面白いよね。いや、だったら別に解放見れいいじゃん。便所さんは優しいぞ。ベンジョさん優しいね。いや、ツイキャスでコメントずっと書いてんの、解放が。いや、じゃあ解放囲えばいいじゃん。俺の枠組んだよ。いや、解放の方が伸びしろあるんだったら解放の枠見ろよ。じゃあ解放はツイキャスでコメント書いてんの。ツイキャスで粘着してんの。141号さんはドさん、おはよう。おはよう。つね125さん、ノーマル枠じゃ閲覧伸びないし、米も流れない、わらわらわら。ゲームかつくよな。34号さん、あらイケメン。つね77号さん、解放するから神セットしてる監督。つね91号さん、これは下手な慣れ合いです。つね34号さん、ワックスの CM かしら。つね142号さん、みやびとかずーんとヒカルの飲み会見たけど、みやびのノリがマジ無理だった。ファイナルファンタジーみたいな。つね21号さん、解放を囲えって何の罰ゲーム。つね138号さん、そうそう。つね107号さん、ブロックしないのが答え、わら。つね73号さん、ブロックしないのが答え、それなわら。つね25号さん、解放さんからお金引っ張ろうとしてうまくいがず、切れているわ、道さんの枠わら。つね34号さん、ボサボサだけどわらわらわら。つね35号さん、数分層はツイキャスは俺の時代だと天狗になってる。まあまあまあ、閲覧伸びてるからね。3号さん、ワドより、いいんじゃないの。エナタヌが面白い、ダブリューア、ウソワラ。つね141号さん、ワドさん、お出かけ。つね69号さん、激しい。エナタヌ、自演やめて、恥ずかしいから。何年配信やってんの。閲覧7人とかなのに、えなたの面白いとかもう本人以外書かないから、もう恥ずかしいからやめて。俺より倍のキャリアあんだから、もうえなたの自演やめよう、恥ずかしいよ。つね73号さん、弟子に頼る師匠わら。つね62号さん、解放して50円のコートが歌い。つね25号さんは、どう、金持ってこない女はいらないんだよ。つね136号さん、解放ブロックしよう。つね62号さん、エナタヌ超気持ち悪い。つね143号さんは、エナタヌの自演じゃねえわ、エナタヌに謝れ。つね73号さん、解放ブロックしたらまた過去に逆戻り。つね69号さん、解放は歌箱行き。つね41号さん、解放ブロック賛成。つね21号さん、解放の50円がうんって頃に来てもらうって。62号さん、50円のコートの話500回聞いた。船107号さん、閲覧欲しいからブロックできませんわら。船73号さん、解放で配信人生を延命させる元首相わらわら。船24号さん、エナタヌは閲覧7くらいだけど歌ってる時はアクティブ3だぞ。あ、そうだ、忘れてた。俺テーマソング送られてきたんだけど、聞く？ゲンちゃんからなんか和道の曲作られたんだって。聞く？そうだ、忘れてた。知らねえ、勝手に見に行きゃいいじゃん。あの
プレゼントされたんだよ、オリジナル曲、オリジナルソングをプレゼントされたんだけど、聞く？忘れてたわ。あ、みんな聞きたい？あ、わかった。ちょっと待って。みんな聞こう。やっぱみんな興味ある。俺ちょっとギターでアレンジして、ちょっとミュージシャンデビューするわ。ミュージシャンデビュー。ちょっと待ってね。あ、あ、音聞こえる？音聞こえるかな？大丈夫？あ、あ、あ。どこだっけ？そう、オリジナルソング提供されたから、ちょっとこれ練習して、PV を俺作るから、PV。聞きまーす。皆さんありがとう。エンディングソングです。お疲れ。今この物語を君に捧げるよ。何もなかったはずの自分の中から絞り出せた。悲しみを感じながら叫ぶ、ただ一つだけ。Stand by me